親には警戒されそうだけど、実際子供にめっちゃ優しい三河弁の駅員さん。あれ、僕どうしたの？あ、帰り方わからんくなっちゃった。どこ帰るの？岡崎、岡崎か。ガソン、今日臨時5番線だろ。はい。あとね、5番線になるでね、この階段降りるじゃんね。で、左側が岡崎行く電車だでね、乗ればもうすぐ岡崎で降りるだけなんだけど、わからんか。じゃあおいちゃんと一緒に行こまい。うん、行こまい。あ、トイレ行く？トイレ行きたいか。じゃあ行ってこりん。すぐそこトイレだで。うん、おいちゃんここで待っとるでね。うん、何飲んどるの？愛のスコール？おいしいじゃんね。子供連れのお客様に融通を聞かせてくれる駅員さん。ありがとうございました。はい、ドクターイエローですか？あー、ドクターイエロー13時の2分入線なんで、そろそろ、あ、来ましたね、来ました、来ました。入場券持ってます？あ、持ってないですか？あー、だとですね、あ、まあ、後で払ってもらえばいいんで、このまま行っちゃってください。はい、行っちゃってもらっていいんで、後でもう一回ここ戻ってきてください。お願いします。普段できないですけど、まあ、今回 OK します。はい、いってらっしゃいませ。あ、そうです。降りてもらってすぐ見えると思うんで。はい、いってらっしゃいませ。